時は2006年。ハンターのジム・マーテルはカナダ北西部のサックスハーバーで一頭のホッキョクグマを狩ります。ところがこのクマは少し変わっていました。毛の色は間違いなくホッキョクグマでしたが、長い爪とコブのように曲がった背中、そして小さな口とピンと立つ耳など、顔立ちは灰色グマに近かったのです。カナダでは先住民の同行の下で行われる。ホッキョクグマの狩りは合法でしたが、灰色グマの狩りは違法だったため、この狩りの報告を受けたカナダ野生動物保護局は深い悩みを抱えるようになります。もしこのクマがホッキョクグマであれば大きな問題はありませんでしたが、万が一これが灰色グマであれば、ジム・マーテルは10万円の罰金と最大で1年の懲役を科されるようになるからです。ところが驚くべきことに DNA を分析した結果、このクマはオスの灰色グマとメスのホッキョクグマの間に生まれた雑種グローラーベアであることが分かりました。2年前、ドイツのある動物園でホッキョクグマと灰色グマの雑種が生まれた事例はありましたが、このように野生で雑種のクマが発見されたのは今回が初めてだったのです。そしてこれは単なる偶然ではありませんでした。その後2010年にもう一頭のグローラーベアが発見され、2012年から2014年にかけてなんと6頭の雑種のクマが発見されたのです。そんな中、2014年、野生動物探検家であるジェイソンとケイシーは実際にグローラーベアが野生に存在するかどうかを確認するためアラスカの探索に向かい、紆余曲折の末雑種と推定されるクマの姿を撮影することに成功します。この写真のように毛はホッキョクグマのように白かったものの、丸い顔とピンと立つ耳、そして短い鼻は間違いなく灰色グマだったのです。二人はこの写真を現地からすぐにカリフォルニア大学の進化生物学者であるベス・シャピロ教授に送り助言を求めました。彼女はこの写真を見てこう言いました。そしてこのような一連の状況は多くの生物学者を興奮させるには十分なものでした。なぜなら野生で雑種が誕生するということは生物学的に珍しい現象だからです。特にこの地図のように灰色グマとホッキョクグマは生息地がほとんど重ならないにもかかわらず、野生で交配したということは彼らを隔離させた何らかの障壁が壊れ始めたことを意味します。一体北極では何が起こっているのでしょうか。科学者たちは雑種のクマが登場した原因として地球温暖化と森の乱開発を挙げました。地球が徐々に熱くなって北極の氷河が溶けると、生息地と狩り場を失った北極グマは仕方なく南の方へ移動することになったというのです。同様に灰色グマも鉱山と道路の建設などで森が開発され既存の生息地が縮小されたのですが、幸いに北極海が暖かくなったおかげで自然と北の方に生息地を移すことができ、その結果彼らが出会うことが多くなったというのです。実際アラスカのカクトビックのイヌイット族はクジラを飼った後、脂肪と肉を剥ぎ取って残った骨は捨てるのですが、以前はこの骨の山を北極グマが占有していました。ところが最近は捨てられた骨の山から灰色グマが目撃されることが多くなっていると言います。モンタナ大学のクリス・サービン教授は、おそらくこのようなクジラの死骸が出会いの広場の役割をするようになり、この場所で医師同士の交配が行われた可能性が高いと言及しました。そして2021年、バンダービルト大学の生物学者であるラリサ博士は、そう遠くない未来にこの雑種のクマがホッキョクグマに変わるかもしれないと主張します。灰色グマは鹿やリス、鮭だけではなく、時によっては昆虫や植物の根っこや草、そして生ゴミまで食べる雑食性の動物ですが、グローラーベアも頭蓋骨の形が灰色グマと似ているため食性も似ていると考えられています。もしそうであれば、北極の海氷が次第に溶けていく今のこの時点で、アザラシの狩りにだけ慣れている北極グマより雑食性のグローラーベアの生存確率がもっと高くなり得るというのです。つまり次第に暖かくなる気候は北極グマを追い出し、そこで空いた場所には雑種のクマに代替される可能性が提起されているわけです。ところでここで一つおかしなことがあります。普通私たちが知っている雑種の中には、ロバと馬の間に生まれたラバーのように生殖能力がなく自然に淘汰されやすい種もありますが、なぜ科学者たちはグローラーベアのような雑種が繁殖をうまく続けることができると考えているのでしょうか。答えは血縁度の違いにあります。馬とロバは約200万年前に分岐し、それぞれの道を歩いてきて、その過程で染色体が再配列されました。その結果馬は染色体が64本、ロバは62本になりました。
そうであれば、彼らの間に生まれたラバは、馬からは32本、ロバからは31本をもらうことになるので、合計で染色体の数は63本で奇数になりますよね。結局、ラバは双胴染色体のペアが合わず、生殖のための原数分裂を引き起こさないため、子孫を産むことができません。ところが、グローラーベアであれば話が変わります。灰色グマと北極グマは約15万年前に分岐したので、遺伝的に類似しているだけでなく、染色体の数も74本で同じです。したがって彼らから生まれた雑種のクマも74本の染色体を持っているため繁殖が可能なのです。つまりグローラーベアの行動と形質が変化する環境に適合さえしていれば彼らが北極グマの座を脅かすのも十分に可能だという話になります。これと似た例で一角と白イルカの交雑種であるナルガが挙げられます。1990年代、マッド・ピーター博士はあるイヌイットのハンターの倉庫で生まれて初めて見るクジラの頭蓋骨を発見しました。この時彼は漠然と彼らが白イルカと一角の交雑種だと考えました。それもそのはず、頭蓋骨の形が白イルカと一角の両方に似ていて、白イルカのように短い歯をいくつも持っていながら歪んで前に伸びた形が一角のものと似ていたからです。そしてピーター博士は30年が過ぎてからナルガの DNA を細かく分析する研究を行うことになったのですが、驚くべきことに彼の推測通りこの種は一角と白イルカの交雑種でした。現在多くの科学者は雑種のクマと同様に北極海の氷河が溶け始めて一角と白イルカの生息地がほとんど重なるようになり、それによる交雑によってナルガが登場したと主張します。もちろん一角と白イルカも染色体の数が同じなので、ナルガもまた繁殖を円滑に行うことができると見られています。そして2018年にはグレムという海洋哺乳類の研究団体で実際に幼い一角のオスが白イルカの群れに入り一緒に泳いでいる姿を観察することに成功し、ナルガの存在がほぼ確実視されました。現在ナルガは20頭ほど観察されたと報告されています。コペンハーゲン大学グローブ研究所のエリン・ロレンセン博士はナルガの歯から抽出した炭素同位体を分析した結果、一角や白イルカよりはタツノオトシゴと非常に似ているという事実を明らかにしたのですが、彼女はこれを通じてナルガの主食が海底に住む貝のような無脊椎動物だろうと言いました。餌を吸い込む一角や魚を狩る白イルカとは全く違う戦略で環境に適応していたのです。現在このような適応形質がナルガの生存に特別な利点を与えられるかはまだ明らかになっていません。ですので今後彼らが変化する北極海の環境の中で祖先種を抜いて新しい優先種になるかどうかは見守らなければなりません。気候変動による雑種の登場、気候変動は私たちにとっては悲劇ですが、一方では新しい種の誕生と進化の過程を垣間見ることができる千載一遇のチャンスを与えたりもします。そしてこのような雑種は悲劇というわけでもなく、ましてや彼らを怪物として扱うこともありえない話です。なぜなら雑種は進化という枠の中で現れる自然な現象だからです。しかも私たちさえも雑種の末裔です。私たち人類にはネアンデルタール人の遺伝子、そしてデニソワ人の遺伝子があります。これは数十万年前、どこか似ていながらも異なる人類の祖先たちの間で雑種が誕生し、この雑種は他の種と遺伝子を交流して徐々に変化していき、このような雑種から始まったのがまさに今の私たちという事実を物語っているのです。もしかしたら進化は果てしない雑種の歴史ではないでしょうか。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。